皆さんこんこにちは交通インフラ研究所です今回は新金貨物線旅客化について2019年に葛飾区が公表した新金貨物線旅客化の検討資料及びウィキ i ディアの情報をもとに検討します葛飾区は東西を結ぶ鉄道路線に恵まれる一方 南北に走る鉄道は総延長2.5キロメートルの京成金町線のみであり、青戸駅以南の公共交通は路線バスに依存しています。そこで、東貨物線を旅客化して新小岩駅と JR 金町駅をつなぐ南北、公共交通手段とする構想が浮上し、検討されています。古くは1953年の第16回国会において、 衆議院議員の天野君吉が当時の吉田内閣に対し地元民間にある熱烈な要求として道路線の複線無格化を求める金町駅新小岩駅観客車運行に関する質問注意書を提出していますこれに対して政府は多額の設備費を理由に困難であると回答しています貨物輸送量の減少など状況の変化はあるものの 需要予測に基づく採算性や設備の問題、葛飾区新宿地区で国道6号を踏切で平面交差するなど、数々の課題も存在しています。葛飾区は2017年度予算に、LRT 運行時の需要予測等の費用として2000万円を計上し、具体的な検討を始めました。2018年度に調査を行い、検討した結果、2019年4月。 通勤客を中心に1日3万6000人超が利用すると結論付けられました葛飾区は2022年から JR 東日本や国土交通省などとともに検討会を発足させ本格的に旅客路線化事業に着手し2030年ごろに一部区間の開業を目指す方針であることが読売新聞で報じられました計画では7から10の新駅を設置し 柴又社区展最寄りの京成線に乗り換えができる中間駅も予定していますピーク時には約10分間隔で運行し新小岩駅から金町駅間を約20分で結ぶとしています第三セクター会社が運行主体となり JR 東日本から線路を借り受けて営業する上下分離方式を軸に調整していますまずはじめに 結論から確認をしていきます。駅間が短いため路面電車に近い機能が想定されます。事業性はかなり厳しいとみられ、国道6号との交差が実運用上の課題となっています。新金貨物線は新小岩信号場駅と金町駅を結ぶ総武線の貨物支線の通称です。大正15年に新小岩総車場とともに建設され。 東京臨海部と千葉方面との貨物輸送を担う重要な路線とされていました武蔵野線の新松戸駅から西船橋駅間の延伸により貨物経路が南流れ山から西船橋間および京葉線の西船橋から蘇我間を経由するようになったため新近貨物線を経由する列車の本数は近年大幅に減少しています一方新近貨物線は 武蔵野線から鹿島臨海鉄道に接続する鹿島サッカー・スタジアム駅への唯一の経路であることから、今後も貨物列車の運行は存続される見込みです。施設保有は JR 東日本と JR 貨物。運行は JR 貨物。貨物路線延長は 6.6km。新小岩信号場駅から金町駅間。減島路線延長は 7.1新小岩駅から金町駅間、期間は1067ミ、mm、リメートル、線数は単線、踏切は15箇所、運行列車は2018年3月時点で、定期貨物列車4往復、臨時貨物列車1往復、回送列車などとなっています。 次に検討条件について確認をしていきます既存の新金貨物線の施設や構造物などを最大限に活用する想定です jr 貨物の貨物列車の運行は今後も存続されます他の路線との直通運行などは考慮しない新小岩と金町とを結ぶ地域公共交通として取り扱いました新金貨物線と道路との交差のうち 国道6号との交差方法については自動車交通への影響を考慮し道路側の交通信号に合わせて旅客列車を通過させることとする想定です車両はライトレール車両と通常の電車の2案とする想定です起点終点駅である新小岩駅及び金町駅は総武線または常磐観光線などとの乗り継ぎを考慮した位置に設定する想定です 中間駅の位置および数は、駅政権人口、周辺施設等へのアクセス、他の交通との結節性、葛飾公共交通網整備方針における評価地域、駅へのアクセス利便性、速達性を考慮して設定する想定です。適用する根拠法は、鉄道事業法および軌道法が想定されますが、これについては今後、整理を行うため、本検討では考慮していません。 次に、サービス条件について確認をしていきます。駅数は10駅または7駅。標定速度は10駅案時速20キロメートル、7駅案時速25キロメートル。所要時間は10駅安22.0分、7駅安17.7分。国道6号と交差する2移熟新道踏切では、交通信号に合わせて列車が停止することを想定した。 待機時間を考慮しましまた運行本数等は日当たり片道84本、ピーク時、時間当たり6本、オフピーク時、時間当たり4本、運行時間帯は朝5時から夜中0時の19時間とし、ピーク時間は朝2時間と夕方2時間の計4時間としました。運賃は JR 東日本の運賃体系地方交通線の運賃水準を用い、 営業キロ0から3キロメートルは運賃140円、営業キロ4から6キロメートルは運賃190円、営業キロ7から10キロメートルは運賃210円としました。次に、に需要予測結果についいてて確認をしていきます。 日当たり約1 8 0 0人多い目的別の輸送人員割合は両案ともに通勤が最も多く10駅案が約 63%7 駅案が約64%を占めます次に多いのは両案ともに指示で10駅案が約26% 7駅案が約25%となりました旅客化による周辺鉄道への影響を把握するため 各鉄道駅の乗降客数の増減を予測した結果、既存鉄道から新近貨物線旅客課への利用者の転換があることが確認できました。今後は、こうしたことについても考慮しながら、検討を進めていく必要があります。次に、概算事業費について確認をしていきます。 国道6号などの道路とは平面交差とすることなど、既存鉄道施設の活用を前提とした上で、必要となる施設整備等を想定し、概算事業費の試算を行いました。概算事業費は、類似事例等をもとに現時点における目安として試算したものであり、今後の検討により変動します。また、既存の鉄道敷地や施設の使用に係る費用は、 現時点では想定できないため計上していませんが、こうした費用についても今後必要となります。概算事業費は、ライトレール車両案が約250億円、電車案が約200億円となりました。事業収支は、単年度における収支を現段階で想定できる条件のもと試算しました。営業収入は、運賃収入および運輸雑収入とし、 運賃収入は需要予測により求めた移動目的別の駅間ごと輸送人員および駅間運賃により算出しました運行経費は平成27年鉄道統計年報より類似する複数の既存事業者の経営指標から減単位を設定し算出しました単年度収支は受益案が約3.2億円から2.4億円 7駅案は約2.7億円からマイナス2.9億円となっています。試算された事業費を単純に単年度収支で割って償還年数を試算すると、最も良い条件でも償還に60年以上かかるとみられます。事業主体は、旅客化事業の上下分離方式の一般的な事業スキームイメージを想定しています。運行主体は第三セクターや既存の鉄道事業者。 施設整備・保有主体については、第三セクター、葛飾区や JR 東日本などが考えられます。まとめになります。延長 7.1km の間に10駅または7駅が想定されており、駅間は 1km 程度と短く、路面電車に近い機能を想定しています。試算された事業費を単純に単年度収支で割って償還年数を試算すると、 最も良い条件でも召喚に60年以上かかると見られ、事業性はかなり厳しいと見られます。国道6号との交差が実運用上の大きな課題になると見られます。最後に、もう一度結論を確認しておきます。駅間が短いため、路面電車に近い機能が想定されます。事業性はかなり厳しいと見られ。 国道6号との交差が実運用上の課題となっています。皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。